ここどうなってんの？知らねえよ、俺が考えたわけじゃねえ。土台をよそから借りる。すると大概はこういう会話がどこかで発生する。疑念は、なぜ？を探してあちこち、さまようことになるわけで、様々なところに現れては事態を止めてくれる。そうなると面白い、それ、がなくなる。エヴァンゲリオン、も結局は瞑想に入った。土台がよそにある。この問題を打開しないと、経済的な打開はまずない？幻想だったという？証はどこ？要するに、昭和天皇の権威を受け継いだところを、勝手に、土台、にしてた人々がいて、それが用意するネタ、それ、でなければ利益、ともかく注目、や容認が期待できなかった状況があって、今までそれに依存を、していたとしたら、ここ、には、それらの混沌を解決する権限があることに、どうなることが、望まれる結末か。